単なるその一、その商品だとか、あるいは一そのビジネスを見てるんじゃなくて、必ずその先に人がいて、人とのその感動をどうやって具現化していくか、作っていくか、こういったことに焦点が合ってるんですね。だから本当にまあこういったね、人に感動を与えるようなものの考え方、こういった人たちがね、本当にどん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 日本に排出されてくるようになってくるとね、日本そのものも大きく変わってくると思います。実際に、まあ、このパンクラスをね、はい、立ち上げられたそのきっかけっていうのは何なんでしょう。もともと格闘技って、なんていうんですかね、言い訳ができないフィールドっていうか、そうですね、裸でね、グローブだけつけて戦うわけじゃないですか、うん、でそれまでにこう試合が行われる前までこう極限な減量をやってって、その試合当日を迎えて、でそこで勝ち負けっていうのがあるわけですね。でそれによって人生が左右されるわけじゃないですか、うん、でそういうのって一般のなんていうんですかね、社会でもありうるじゃないですか。ありえますね、考え方に。そうですね、はい、だけど一般の社会ってそのサラリーマンやってるとそういう感覚ないでしょ、うん、まず、うん、まあ今日も行って適当に仕事やって、うん、適当に帰って、まあ、時間にいればね、はい、言い訳だらけじゃないですか、遅刻しました、なんで遅刻したんだお前で、そこから言い訳ありますよね。でそういうのが許されない場が格闘技なんですよ。格闘技っていうのは人間の本質なんですね、はいはい、もう今でこそね、いろんなことをそのプロデュースされて、いろんなため多岐にわたる活躍をされてるんですが、そういった酒井さん の生い立ちなんていうのを聞かせていただいてよろしいでしょうか、はい、ね、はい、どういうような生活をされてたのかとか、はい、僕は親がいなかったですね、うん、このやっぱ親がいないってことはやっぱ猛烈にこう言われますよね、はいはい、僕は傷つきますよね一応、うん、はい、というのでやっぱりこう、いじめにあったわけではないんですけども、うん、僕の方からあえて属さないっていうか、うん、はい、まあ、自分は自分で、うん、はい、我が道を行くっていうのも、うん、はい、やってましたね、うん、結構施設って結構残酷な部分もあって、うん、痛くても出ていかなきゃいけないってこともあるんですよ、うんうん、いろんなことがあるんで、もうこれいうのってもう自分でジャッジしないとダメだなっていうのを、まあ、ちょっと考えてたんで、うん、でまあたまたまちょっと大手チェーンで、ちょっとバイトが、うん、まあ変な話、履歴書を任せてできたもんですから、うん、あ、もうこれきっかけだなと思って、はい、出ました。本当に危機感を感じたんですよね、うん、いろんなことに関して。で実際にそのビジネスという世界に本格的に入り始めたってのはいつ頃からですか。ビジネスっていうのは危機感の塊でしょ。なるほど。危機感がなくなったらもうビジネスはそこで止まっちゃうわけじゃないですか、うんうんうん、っていう意味では僕はもう中学校の吉野から牛丼チェーンのバイトから、僕の中ではもうビジネスですよ、ね、人に感動を与えられるもの以外は受け入れられないなと思ってます。感動を与えられないものは残んないですよ。今後のこの酒井さんの、もうこれはもうビジネスでもいいでしょうし、あるいはその自分のプライベートでもいいですと思います。今後どういうような人生を歩んでいきたいのかって、その辺をちょっとお聞かせいただければと思うんですが、あまりそこまで極論ないんで、うんうん、まずこれ上場させるってことじゃないですか。お、はい、酒井さんにとってその今の日本っていうのはどういうふうに映ってます。ジャンルって言っていいかな、うん、そんな感じかな。よくアメリカンドリームとかあるじゃないですか、うん、そうじゃなくて僕はその日本でその、うん、ドリームっていうよりかは生きていくためには、その自分を知ってないと、うん、ダメな国なんじゃないかなっていうふうに日本はそういうふうに思ってるんで、うんうん、決して優しいとこじゃないなって思います、うん、ジャングルだと僕は思ってるっていうのはあります、うん、本当に。